皆さんこんにちは。どうもこんにちは。さあやっていきましょう。行きましょう。大人だけど大人じゃない君へ。はい、はい、ついにね、うん、今日やっていきましょう。今日もね、はい、最終日ですよ。はい、うん、そうですね。衣笠 BKC ときて3回目、はい、今日が最終回の AL でございます。うん、はい、本日のね MC 担当させていただきます。立命館大学放送局2回生高松優吾と同じく2回生の菊池光平でお送りしていきます。よろしくお願いします。今日はこの2人体重が合わせて100キロない2人でやっていくんですけども、うん、ちょうど100キロぐらいですね。そうですね、僕の足の細さ見ていただけたら分かると思います。はい、もうね、はい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 、細い。さあそんな2人がお送りしていくわけなんですけども、うん、はい、皆さんここどこか分かりますか？ここはですね、うん、大阪茨城キャンパスのルーム8という教室で行っております放送。そうですね、うん、OIC の、まあ、そうですね、あの結構入り口から、うん、入り口から近い場所なんですよね。うん、もうだいたいすぐ横にセブンイレブンもありまして、うん、まさに OIC の玄関といったようなところから放送していただいております。それとですね、もう、うん、この教室すごい外から見えるんですよね。ガラス張りになってて、僕たちがちょうど見えるあちら側がですね、うん、はいはいはい、綺麗にガラス張りになっていて、ね、もし今 OIC で放送を見てるよっていう方は実際にこちらまで来ていただいても大丈夫ですよ。恥ずかしい、うん、そしてニコ生でもやってますので、うん、はい、皆さんこのあたりにたくさんコメント散らしていただいて大丈夫です。できるだけ拾っていきたいと思います。さあそしてですね、うん、今回はこのこれね OIC である最初の放送ということで、はい、そうですよ、もう歴史に残る回ということで、ね、伝説に残る放送にしましょう。僕たちも若干緊張しておりますので、はい、お手柔らかによろしくお願いします。うん、行きましょう。さあそしてですね、はいはい、今日エールが第3回目の放送なんですけども、そうですね、今までの1回と2回目もしかしたら見てないっていう人もいるかもしれませんので、うん、ちょっと改めてもう1回説明してみましょうか。はい、しちゃいますよ。まあ、20歳ってすごい微妙な年齢じゃないですか。まあね、大人って言われたり言われなかったりする年齢なので、うん、皆さん大人ってなんだろうって思うこといっぱいあると思うんで、それを解き明かしていく番組にしていきたいなと思っております。そうですね、はい、我々 RBC がいろんな大人像を提示していきますので、うん、そうですね、まあ、これを見ていただいた、うん、まあ、いろんな20歳の方、うん、もうすぐ20歳になる方、20歳ちょっと過ぎちゃったよって方でも、はい、もちろん大丈夫ですので、ね、まあ、そういった大人像を皆さんに見ていただいて、うん、大人とは何かを考えていただき、はい、そして大人だけど大人になりきれない、うん、そんなあなたにエールを送っていく番組でございます。はい、概念とかね変わっちゃうかもしれないですからね、大人の、はい、そうですね、うん、自分にとっての大人の規制概念が変わっていくかもしれませんね。うん、はい、今までの衣笠の OIC の放送でも素敵なゲストさんをお招きして、そうですね、いっぱい来てましたもんね。内容でやってきましたね。うん、今回のもかなりハードル上がってるんじゃないかなと思うんですけどもね。どんな人が来るんだろう、楽しみ。そうね、もう実際こちらのどでかいモニターにいろいろ映していきたいと思いますので、うん、これから30分皆様お楽しみください。はい、それでは皆さんお待ちかね、早速本編やっていきましょう。行きましょう。最初のコーナーはこちら。こちらということで出ました、大人って何。イエイ。さあ大人って何コーナー、これ衣笠も BKC もやってるんですけど、そうね、大人って何だろうってことを実際に立命館大学の中にいる人に聞いて、まあ、いろいろ答えてもらうといったコーナーなんですけど、今回は大人になってやりたいこ と、はい、そしてもう一つが、はい、大人に対して一言ですね。はい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 、この2つを道行く立命生の皆さんに聞いたということですね。うん、はい、うん、どうですかこの質問を見て菊池さんは何か思い浮かびますか？そうですね、大人ってまず大人って何、うん、僕はやっぱりできる大人っていうか、いろいろ仕事ができる人になりたいですね。うん、確かに確かに、大人になってやりたいことっていうのは、うん、もうむしろそういうしっかりした大人になって仕事したいってのもあるかもしれないね。はい、うん、僕は今これを見て大人に一言、僕も言いたいこと子供の頃からたくさんあるので、はい、そういうことを代弁してくれる方がいたらいいなって思います ね。それでは早速 VTR 見てみましょう。立命館大学生のみんな、大人って何ですか？さあ最終回もやっていきましょう。大人って何のコーナー。このコーナーでは立命館大学生から大人についての意見を聞いてみました。今回は大人になってやりたいことと最後に大人へ一言言ってもらいました。大人になってやりたいことは何ですか？海外旅行。まあ、そうですね、まあ、お酒も飲みたいですし、まだ免許も取ってないんで一人でドライブとかやりたいです。大人になってやりたいことは何ですか？世界を旅してみたいです。アフリカに行ったり、アフリカに行って大自然を目の当たりにしてみたりしたいです。いろんな国の人と関わりたいです。はい、でやりたいことは何かありますか？それがやっぱまだ全然見つかってなくて、やっぱ、うん、その点では全然大人になれてないなと思います。大人になってやりたいことは何ですか？やりたいことですか？あ、やっぱボーナスとかでその入った金をその年末とかの
協定とか の, あの賞金を決定戦にバーン全部ぶち込みたいですね。はい、まあ、まあやはり親孝行ですね。あの僕今日僕今日誕生日なんです。実は11月から誕生日なんですけど、全然僕自身が祝ってほしいという気持ちはなくて、一番祝われるべきなのはやっぱ母親なんですよ。母親が皆さん一生懸命お腹を痛めて産んでくれた子で、祝ってもらうべきは母親側なんですね。だから僕は毎年この年になると、もうこの日になると親にまず電話をして、お母さん毎年産んでくれてありがとうねって、痛い思いしてくれて産んでくれてありがとうね、これからは僕が一生懸命、今4回生なんで、就職もできたんで一応ね、就職先で一生懸命働いて、今までこの20何年間もお世話になったのを一生懸命恩返していくねってことを伝えていきたい。それがやっぱ大人の第一歩じゃないかなと僕はそう考えています。以上です。いろいろな意見がありましたね。最後に大人へ一言お願いします。まあいい世の中にしていきましょう。子供の住みやすい街にしてください。今からの世代の子供たちとかがしっかりその社会に役立てるような環境づくりをもっとやってもらいたいなと思います。大人へ一言なんかある。はい、どうぞ。あんまりゆとりゆとり言わないでください。はい、まあ、もうちょっとしたら僕も社会に出ると思うんですけど、まあ、その時に下克上じゃないですけど、そのまあ 年功序列とかをまあぶっ壊せるような影響力のある人間になりたいと思ってます。ありがとうございます、はい、何かまあまあ、もう言ってしまえば、もう僕たちは別に大人イコール社会人とかじゃなくて、全員が社会を一緒に形成していく中なので、大人とか子どもとかじゃなくて、一人一人がどういうふうに生きていくのか、一人一人がどういうふうに歩めば最高の人生を歩めるのか、まず大人自身が輝いてないと子どもにその教えることはできないんですね。まず大人自身が輝いてくださいと、ボロボロの状態だと輝いてないです。まず大人がそれを身をもって、自分自身が最高の状態で初めて子どもに教育をできる、それを大人が考えていく必要があるんじゃないかなと、僕たちも一人の社会人としてそれを切に思います。以上です。3回を通してたくさんの意見を聞いてきましたね。皆さんどうでしたか。以上ですということで、うん、またあの人出てきましたね。そうですね、はい、インパクトというか印象に僕も残っております。お待たせってコメントもありましたけれどもね、うん、でもすごいね、まともなこと言ってましたよね。そうね、うん、なんか両親にお電話したり、うん、ね、よかったよかった。そういう風にね、声聞かせてあげるだけでも、うん、確かにそれも親孝行の一つだと思うんですよね。自分あんまり一人暮らししてから、うん、お母さんとかお父さんに電話かけてないから、うん、ちょっとしようかなって。わかるわかるわかる。僕も多分半年ぐらいお父さんと喋ってないので、うん、なんなら今から電話したいぐらいなんですけども、ね、まあ、一緒にしていきましょう、うん、一緒に電話するのかな。一緒にはしないですけど、ね、あと他にも、まあ、アフリカに行きたいとか大自然を体験したいとかあったね。ありましたね。すごいな、スケールがでかい。世界に興味出る年頃だもんね今。うん、僕もよかったら留学したいなって思ってますね。あ、本当、うん、あら、いいね、留学。大人になって留学したいっていうのももちろんあるんですけど、うん、むしろ大人になった時のために今留学したいなと思ってます。そうだね。ただちょっとGPA がちょっとついてこれてないところなので、ね、成績がねあまり良くない、うん、そこから頑張ろうと思いますね、まあ、それもね大人に向けてのステップということで一緒に頑張っていきましょう。そうね。高松くんは例えば大人になってやりたいこととかってありますか？うん、そうね、僕がやりたいことはやっぱりその、うん、なんやろね、美味しいものをすごいいっぱい食べたいですね。美味しいもの、そう、やっぱりね、うん、それが正義かもしれない。寿司を食べたい。寿司を、いい寿司を食べたい。いい寿司を食べたい。いい寿司を食べたい。ロマンがありますね。そう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 。一度僕はその、うん、まあ、回る寿司も回る寿司でね、風情あって好きなんですけど、回らないお寿司というものを体験してみたい。いいな。あ、体験したことないんだ。そう、俺ないんですよまだ。あ、実はもうそれお金貯めてね、ぜひね食べちゃってください。でもね、うん、そういうなんかある程度の収入があったらお寿司が止まって見えるっていうじゃないですか。え、そうなの？そう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 。あ、そういう格言みたいのがあるのね。そうそう、あれを体験してみたいですね。いいね。菊池君はどう？僕はね、とりあえず結婚したいです。あ、これに尽きる。わかる。結婚すれば幸せになれると僕は信じております。すごいわかる。まあそんなわけで、まあこれで大人って何の攻略終了で、まあ、続いてのコーナーはこちら。出るかな、20歳ニュース、はい、20歳ニュース来ました。はい、うん、このコーナーじゃあ僕簡単に説明させていただきますね。菊池君、はい、ちょっと話が変わるんですけども、うん、立命館大学に今学生何人いるか知ってますか？いや、ちょっと僕それ知らないですね。あら、いけませんねこれは、うん、いけない。大体ね、学部生だけで今3万8千人、およそ3万8千人いると言われてるんですけども。そんないるの？まあそんなにいるんですけどもね、そんなにたくさん人がいるんですから、うん、まあ、いろんな大学生がいるわけですよ。
いますよ絶対、うん、もう僕たちの考えつかないようなことを趣味にしてたり、うんね、部活でやってたりする人もいるわけで、うん、もう僕たちみたいにこうやって放送してる大学生もいる、うんうん、そこら辺に歩いてる人がもしかしたらめっちゃすごいかもしれないからね。そう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 なんですよ、うん、でこのコーナーではそんないろんなことを頑張る20歳を紹介していくというニュースでございます、うん、いいすごい人なのかな。じゃあそうなんよね。もう今僕言っちゃいますけども、はい、今回は立命館大学の強豪チームカルタ会さんに僕が実際に行ってきました。カルタかあんま想像つかないですね。はい、ではそれではね、うん、皆さんお待ちかねだと思いますので早速見ていただきましょう、うん、VTR どうぞ。皆さんこんにちは、立命館大学放送局2回生の高松英吾です。よろしくお願いします。今日はですね、僕はカルタ会さんが練習をしているここ衣笠セミナーハウスに来ているんですけども、早速中からもうなんかね元気な練習している声聞こえてきますので早速中見に行ってみましょうか。こんにちは。あらガチですよ皆さん何やらユニフォームのようなものを着ていらっしゃって、あれは100人一周ですね。もう少し近く、もう中入ってもいいですか。じゃあ行きますね。失礼します。こんにちは。こんにちは。最初にちょっと自己紹介をお願いしてもいいですか。立命館カルタ会副会長をしてます、文学部2回生の中村しおりです。よろしくお願いします。日頃の活動とか大体どれぐらい、週どれぐらいのペースで練習されてるもんなんですかね。週2回こちらの衣笠セミナーハウスで大会、実際の大会を想定した試合形式での練習をしてます。では早速ルール説明お願いしてもいいですか。まずカルタは礼儀に厳しいんで、まず挨拶してもらってたがいいです。はいはいはい。そこから使う札がもう50枚、100枚中の50枚決められてあるので、それを2人して混ぜてもらって自分の陣の25枚、半分半分になるように今25枚に分けてもらってます。あ、なるほどなるほど。で、5枚に分けたりして25枚数えてもらう人が多いんですけど、で25枚互いに揃ったなと思ってもらったら、はい、自分の陣っていうのがあって、それが札1枚の間に畳1マス分あるんですよ。3マス分ですね。相手との間に3メモリ分空いてて、1枚1枚っていう風にこういう風に並べて、あー、なるほど。自分から見て上段、中段、下段っていう風にこういう風に並べてもらってるんですよ。でこれで準備ができたんですけど、次50枚並べてる中でやっぱり覚えきれないんで15分の暗記時間っていうのを先に使います。なるほどなるほど。暗記したら暗記時間開始しますって言って、だいたい15分の暗記時間開始します。今がその暗記時間。そうです、2分前です。で2分前になったらこういう合図がかかって、砂の上でこういう風にここはこう払うっていう練習をできる時間があります。あ、イメージトレーニングの時間ですね。終わったら、それでは時間になりましたので競技を始めます。お互いに礼して、私が今回読むんで、あと読書の私にも挨拶してもらいます。で、ここからカルタの試合が始まるんですけど、はい、でまず読み、マフラー以外に、読み始めますよっていう除花っていう関係ない札が読まれるので、あ、なるほど。何言わずに昨夜この冬が盛り、今を張ると昨夜この花、2回目の今を張ると昨夜この花が読まれたら次読まれます。最初の1回が終わってから本番に入るといいですかね。そうですね。何言わずに昨夜この花冬ごもり、今を張るべと昨夜この花、今を張るべと昨夜この花、久方の光の時期春の日に。何が起こったんでしょうか今は昨夜この花が読まれて、次に久方の光の時期春の日にっていう歌が読まれたんですけれども、久方のっていうのは久って聞いたら、あ、取れる札、ちょうどこの札なんですけど、これ使ってる札は下の句が書いてある札なんで、上の句が読まれたら取るっていう風になってます。ちなみにさっきのここで爆発が起こったような感じになったと思うんですけど、今のはどちらが取られたっていう感じになるんですか。今のはこちらの赤い人の方が取られた方になります。
手札の取り方としてはこの札を触るか陣から出すかっていう形になります。あ、じゃあ今陣から出されたっていうことなんですか今のは。そうですね、大体お手つきっていうのが相手の陣か自分の陣か、場札のある陣じゃない方を触ったらお手つきになるので。ああ、じゃあこの区画じゃないところ。そうです、陣内であればどこ触っても大丈夫です。へえ、なるほど、奥深いですね。でも勝負としては、はい、自分の陣の札25枚の札が0枚になればいいっていう勝ち方なんで。自分の陣の札。そうですね、今25枚並べてもらってるんですけど、はい、自分の札が0枚になれば勝ちなので、赤い方は相手の方を取られたので25と24になってしまうんですよね。そうですね、そしたら赤い人の損になっちゃうの で、 そうです、ね、赤い人が自分の陣の札の中から好きな札を送る。あー、なるほど、なんとなく分かってきました。これを繰り返していって最終的にゼロになった方の勝ち。そうです。ここでやっぱり皆さんもカルタ会さんの実力気になりますよね。ここで我らが RBC が誇る2大カルタ経験者精鋭を連れてきましたので、その2人と対戦をしていただこうと思います。それではその2人ちょっと来ていただいてもよろしいですか。はい、はいはいはい、急いで。あ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。この2人がうちのカルタ会、カルタ会違う、うちの精鋭、カルタ経験者の2人なんですが、ちょっと自己紹介お願いします。あ、立命館大学放送局2回生の立山って言います。今日はよろしくお願いします。お願いします。カルタ歴は、カルタ歴は3年。おー、おーってなるレベル。なるほど、3年の立山くんと、はい、お願いします。立命館大学放送局2回生の北村と言います。よろしくお願いします。お願いします。ちなみにあなたもカルタ歴は2年ぐらいです。なるほど、なるほど。今日は実際にこの2人と対戦していただけるというですか。どうですか、意気込みなんか立山くん。いや、そうですね、まあもうハンデもらえたんだったらもう絶対勝ちには行きたいと思ってます。なるほどね、はい、やっぱりハンデはあるけど全力で勝ちに行きたい、ね、もうここは勝ちに行きます。北村さんどうですか。いや、あと立命館の片貝さんっていうのはすごい有名なので、すごい強いと有名なんですけど、ちょっとハンデもらったんで頑張ります。なんか2人ともすごいハンデを全面に出してきますね。先行き不安ですけど、どうなっていくんでしょうか。我らの RBC の精鋭がどの程度食らいついていけるのか、早速試合に移りましょう。さあ、後編へ続く、うん、ということでしたけども、うんうんうん、ここで皆さんにアンケートしたいと思います。クイズですか。はい、そうです、そうです、うん、この後ですね、実際に RBC の局員とカルタ会の副部長さんが戦ってですね、RBC の局員が何枚札を取ることができるのかということを皆さんに想像していただきたいと思います。アンケート出るかな。出てる、菊池くん。出ますか。出ましたね。出てるかな。1枚、2枚、3枚、0枚っていう選択ですね。そうですね、この中から皆さん予想してください。小さいですね。僕もこれアンケート答えますかね。あ、もう手元にパソコンあるんで、はい、ちなみに、僕は3枚に入れました。あ、なるほど、はい、一番やれるんじゃないかなっていう。そうですね、ちょっと期待してますんで。そうですね、コメントでもあったように、うん、なんというかやり手感を出してましたもんね、はい、2人とも出てました。特に立山くんとか、立山くんすごかったです ね、貫禄が出ている感じでしたし、3年ですから、いけるかもしれないですよこれは。そう、あの北村さんとかね、うん、僕その一周仕事してて、普段はそんなにカルタみたいに俊敏に動くのをあんまり見たことがないので、一体どんな試合になるのか、いや、これ大変楽しみなところですね。ちなみにですね、申し訳ございません、特にこちら正解していただいても景品などはございませんが、はい、もしかしたらこれ当てられたらね、大人になれるかもしれませんので。そうですね、うん、こういうの当てられるのも大人ですから、うん、まあ、はい、その辺皆さんアンケートご協力お願いいたします。それでは、うん、気になる後半見ていただきましょう。 VTR どうぞ。何言わずに咲やこの花冬ごもり、今を春べと咲やこの花、今を春べと咲やこの花、寂しさに宿を立ち出て眺むれは、you
行方も知らぬ恋の道かな。吹くからに秋の草木のしおるれば。無名山風を嵐と揺らん。夏の夜はまだ酔いながら明けぬぐを。雲のいずこに月宿る。道の句の忍ぶ文字ずり垂れゆえに。乱れ染めにし我ならなくに。ながらえばまたこの頃や忍ばれ。牛と見しよぞ今は恋しき。ちはやぶる神からくれないに水くくるとは。恋に口なんなこそしけれ。春の夜の夢ばかりなる鎌倉に。さあ、ここで7枚読んでいただいたということなんですけども、今の7点選手の試合だったんですが、もう結果を見ての通り、もう見せてあげてください。枚数が春高井さんが7枚選手されて、RBC 精鋭部隊2枚、よくやりました大健闘ではないでしょうか。しかし現実は残酷です。春高井さんの勝利です。おめでとうございます。さあ、結果としては7対2でカルタカイさんの圧勝という結果に終わったんですけども、お二人どうですか、今やってみて感想は。そうですね、北村さん今どんな気持ちですか。いや、もう強かったです。ここでもすごいすぐ来たんで、もうなんかあーってなっちゃいました。あーってなっちゃったあーってなっちゃいました。ありがとうございます。立山くんどうですか。そうですね、なんか途中からもう取れないと思ったら何枚か山張ってたんですけど、山張ってたともうダメでした山を張ってもスピードに勝てなかったということだったんですけども、渡辺さんは今日やってみてどうでした。ちょっと何枚か早めちゃくちゃ速くて補選取られちゃったんで、強かったです。あ、なるほど、ぜひカルタ会剣舞をRBC とカルタ会の剣舞を、まあ、悪くないですね2人とも暇になったら行ってみたらいかがでしょうかね。はい、それでは本日はありがとうございました。ありがとうございました。いやー、激戦でした ね。いや、
強すぎるでしょう。うん、ちなみにこちら先ほどのアンケート、まあ、クイズなんですけども、はい、正解は2枚でしたね。結果としてはどうでしたか。はい、そうですね、0枚って答えた方が 42.8%、うん、2枚って答えた方が 42.8% 同じ。あ、なるほど、ね、はい、で残りがその他、そうですね、その他ですね。で2枚で答えられた方が 42.8% いるということで、うん、結構正解してましたね。そうですね、もうほぼほぼ半分よりちょっと少ないぐらいの方が正解するっていう、うん、いなかなか皆様素晴らしい顔をお持ちですね、うん、プレゼントの拍手です。これで勘弁してください、はい、拍手。いやしかしすごかったですね。うん、でもね、負けちゃったけど、うん、和江ちゃんもね、立山くんも頑張ってましたよ。そうですよ、僕も実際に行ったんですけども、うん、迫力に圧倒されて僕とか一言も喋ることできなかったんで、はい、でも立山くん寝てるのかなってコメントはすごい面白かった、うん、面白かったですね、うん、実際僕その現地にいたんですけど、うん、なんならちょっと彼寝てたかもしれないので。そう、うん、いやだって時々目をつぶってね、なんかうつらうつらしてる感じがありましたよ。彼は彼なりにね、山張って頑張ってましたから。立山だけにね、立山だけに、ね、お後がよろしいよね、大変申し訳ございませんでした、うん、はいはいはい、いやしかしですね、うん、でもこうやって私たちの知らない分野で頑張ってる方もいるわけですよ。びっくりしちゃった。菊池さん確か経験者なんですよね。経験者っていうかもやったことある程度なんですけど、あ、 そこまで早く手伸びないですね。あれ多分もう読まれて2文字ぐらいでもう手がついちゃってますもん。いやすごいよね本当に。あとはねちょっと多分編集でいじってるんだと思うんですけども、うん、はいはい、あの音がすごいんですよ。バンっていう音がバシンっていうね、うん、とにかく大迫力のVTR だったと思います。すごいな。こういう風にね、カルタ会さん見ていただいたんですけども、うん、楽しい時間ってあっという間ですね、はい、あ、もう放送終了まであともう5分ぐらいしかない。5分来てますよね。早いな早い。もうこれで OIC の放送終わっても全部エール終わっちゃうということで、衣笠、うん、から、はいはいはい、BTC から振り返っていきましょう。はい、お願いします。まず衣笠ではですね、うん、最初に落語研究会さんがうん、来てくださって、そうですね、素敵な漫才披露してくれましたね。あと、なんといってもピーターパン、そう、ティンカーベルがいろいろ出た感じがありましたけども、はい、かなり印象的でした。そのピーターパンがなんとそう BKC で MC として帰ってくる、うん、そう、彼が妖精を辞めて人になった瞬間を皆さん目撃できたということなんですよ、ね、そして誰が予想できたでしょうか。そしていろんな団体さんも呼んでましたよね、うん、そうですね、グルーミーさんとラスターさん来ていただいて、うん、そして皆さん忘れちゃいけませんよ、大人コーデになりたいの、はいはい、あ、これね、はい、高松さんもすごい大人っぽい格好してましたよね。 ありがとうございます。僕はもう散々ね、なんかあの某有名映画のね、うん、主題歌を歌ってる人みたいって ね言われたんですけども、うん、結構でも、まあまあまあ大人っぽいっていうね、意識してたんですかね。ああ、まあまあまあ、まあまあ、そうですね。あまりちょっと恥ずかしいんで触れないでください。まあそうですね。お願いします。いやいや、それで OIC ではもうこの、なんといってもカルタ会さん。そうですね。まあ街頭インタビューはすごかったですけども、カルタ会さんの迫力、まだ皆さん記憶に新しいと思いますよ。これでもう全部持ってかれた感がありますからね。持ってかれた？持ってかれた。大丈夫ですか？フィッチさん、やめてくださいね。うん、本当にもう重ね重ね申し訳ございませんでした。はい、申し訳ございませんでした。もう最後の最後までこうして滑っていくわけなんですけども、うん、残念ながらエール、うん、これで全て終わりなんですね。いやー、もう寂しいな。皆さん、趣旨は分かっていただけたでしょうか。はい、オープニングでも少し説明したんですけどもね、うん、まあ、私たち RBC が大人像をいろいろ紹介して、うん、皆さんに大人とは何か、そうですね、自分にとって大人とは何なのか、そういったことを考えていただいて、はい、うん、大人になりきれないあなたにエールを送るっていう番組だったんですけども、どうですか皆さん、エール来ましたか。僕はですね、逆にエールもらっちゃいましたよ。そうなんですよ、本当にこういうふうにスタジオにいて実際にやって喋ってる僕たちがエールをもらって、うん、若干ね、元気になっていったりとかしましたもん。いろんな人を見てきて、うん、自分は将来こうなりたいとか、そう、もうこんなすごい人がいますよとか、そう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 、いっぱいそういうのを見ちゃって、うん、逆に元気、もう感化されちゃいますよね。そうですね、うん、そしてこの場を借りてですね、はい、こちらのエールの番組に協力していただいたさまざまな団体の方にお礼を申し上げたいと思います、はい、ソングジェニックスさん、ラスターさん、はい、落語研究会さんとカルタ会さん、はい、そしてその他ですね、街頭インタビューに協力していただけた全ての立命館大学生の皆様、はい、本当にありがとうございました、うん、これで素晴らしい番組を作れてね、本当に良かったです。私たちも感慨深いことこの上ないですね、うん、そしてね、皆さんに何回も言いますよね、うん、この番組3つ通して、うん、エールをね、皆さんに送れたら良かったんじゃないかなって、そうだね、思いますね、うん、いやもう寂しい、終わっちゃうんだって、そうだね、終わっちゃうな、思うんですけれども、最後は高松くん、この言葉でお別れしましょう、はい、またどこでお会いしましょう。バイバイ。